皆さんこんにちは。 JLPGA 競技員の中崎です。今日も正しくルールを学びましょう。早速クイズを出題します。プレイヤーは60センチのショートパットを入れようとパットしたのですが、その球はホールをぐるっと回り、勢いづいたままプレイヤーの足に当たってしまいました。この場合どうしたらよいでしょうか。A. 無罰でそのままプレイ。 B. 無罰で球をリプレースして再プレイしなければならない。正解は B の無罰で球をリプレースして再プレイしなければならないです。プレイヤーは規則 11.1B 例外2が適用となりますが、ここにはパッティンググリーンからプレイされた球が偶然にパッティンググリーン上の人、動物、動かせる障害物に当たった場合、そのストロークはカウントせず、元の箇所に球をリプレースしなければならないとあります。要するに、罰なしで再度ホールから60センチのところに球をリプレースしてプレーをし直さなければならないということです。この処置をせずに、足に当たった球をそのままプレーすると、御所からのプレーで2打罰となりますので、ご注意ください。